はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の放物線丸3をお送りします。で、前回前々回放物線ね、ずっとやってきてて、で、今回1問だけの問題演習なんですが、まあこれやっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分が解いていきますんで確認してもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、まあ、たった1問っていうことは、まあ、書くものが多くて、前回の問題集に比べれば結構難易度は高くなります。前回と比べるとね。で、やってることは、まあ、ごちゃごちゃありますけど、まず、4の0。まあ、こいつを中心とする半径2の円が出てきます。それと、x イコールマイナス2っていう直線。その、まあ、円と直線があるんですけど、その両方に接してると。で、そいつで接してる円の中心の軌跡を考えていきます。で、これ文章だけ読んでも結構厳しいものがあるので、ちょっと簡単な図を書いてみましょう。まあ、これ y 軸書いて、多分真横はずれ。あ、意外と。まあ、こうなると。で、40中心で半径2の円なので、これまあ色つけるか。よいしょ。まあ、この辺にしとこうか。で、これちょっとフリーハンドなんでごめんよ。ああ。まあこうなってると。ここが A だね。で、半径2の円がありますと。で、それと直線 x イコールマイナス2なので、まあこの辺か。こいつが x イコールマイナス2。で、それの、あの円とこの直線の両方に接してるものを考えていきたいと。で、お、これはだな。きついな。まあこんなすんごい歪だけど、ごめんね。まあこういうのあって、で、こいつの中心、まあいっぱい円があるからさ、その中心の軌跡を考えていく。で、これただ単に接してるだと、今これ A とあと赤と青が外接してますけど、内接してる場合もあると。つまりこういうもっと大きくなるパターンね。だけど点 A を内部に含まない円って言ってるから、大きい方で言っちゃうと A 含んでるでしょ。実はそうじゃなくて外接してる方だよっていうことを言ってます。この内部に含まないっていうのはね。これ単純に外接してる円っていう風に出題されるパターンもあるんですが、まあこういうことだと思ってください。でですよ。で、こっからなんですけど、実はこれやることはすごく簡単です。簡単というか計算ではめちゃくちゃ少ないんですけど、大体この問題途中式書かされると、まあ、定期テストでね、書かされるときに、下準備がめんどくさくって、そう、それまず書いていきます。で、下準備何かっていうと、その、あの円をこういう名前にします。この点をこうやって置きます、みたいな。そういうのいっぱい置かなきゃいけないのね。で、それちょっとやっていきます。で、まずそのね、こっちの赤の円だね。点 A を、中心と、する。だから答えだけだったらね、別にこんなん書かなくていいんですけど、半径2の円を、じゃあ C1 ってしようか。C1。で、もう一個、あと青の方だよね。この円とだから、置いて、C1 と、x イコールマイナス2の両方に、だからもう問題文ちょっとね、映してる感じだよね。接し、で、点 A を内部に含まない、書けなかった。円を C2 とすると。で、まずこれ書いたことによって、こっちの円 C1、この青の方 C2 って今置きましたと。で、次に、C2 って上がそのままでいいか。次が入るのか、これ。一応今日変えますね。C2 の中心を、まあ、P 行こうか。XY とする。まず置きます。つまり、こいつ、この青の方ね。こっちの中心を XY と置きますと。で、こっから、この X-2 にこう垂線引くんですけど、もう、正もね、接してなくてごめんね。
この接点の部分って必ず、垂直に交わるんで、で垂線引いていきます。で、これどうしようかな。押しておいて、で、P から、X イコールマイナス2に、下ろした、下ろしたのは H でいいかね。下ろした垂線を PH とすると。よいしょ。こうね。つまり、今、ここが H と。ここまで、まあ、こうやって文字を使って頑張って置いてきました。で、この置き方とか、まあ、書き方はね、若干違っても構わないです。一字一個同じなんて、そんなことないんで。で、こうなりましたと。で、次に、まずどっち、pH からいこうか。する。で、ここでまず、pH、これ図見てちょっとわかるように、pH っていうのは、今、こう、xy って置きましたよね。で、ここ、x ですね。xy、まあ、座標で xy って置いたんで、そこの長さ、x。で、ここの長さっていうのは、座標これマイナス2なんですけど、まあ、長さは2ですよね。つまり、ph っていう長さは、x プラス2っていうのがわかります。ここまで置いたからね。で、まず1個わかりますと。で、その後に C1 と C2 ってさっき言ったように外接してますよね。あの A を含まないんで内接はしないから。で、ここで、C1 と C2、C1 と C2 は、外接して、いるので、で、これまあ外接の、まあ、法則じゃないね、の時に使えるやつなんですが、ちょっと色変えようか。円と円が外接してる時、その円と円の中心間の距離、ここですね。っていうのは、それぞれの半径を足したものに一致します。まあこれは図を書いたらシンプルですよね。中心間の距離、今 AP だよね。は、半径をそれぞれ足したものと一致する。だから、外接してるので、AP、二点間の距離ね。AP っていう長さは、こっちの半径とこっちの半径を足したものと一致します。で、こっちの半径っていうのは、今 PH の長さ同じですよね、これ。PH って半径になってるから、今。だから、PH プラス、で、こっちの半径は2っても言ってくれてるから、2と。で、これが成り立つ。で、まあ、pH は x たす2って分かってるんで、これ入れちゃって大丈夫なんですけど、ここで、こうなって、じゃあ AP。さっき言ったように2点間の距離なんです。AP っていうのは。で、A が、こいつ40って分かってる。で、こっちも xy って置いてあるので、2点間の距離、これ、公式で出すことができます。で、公式は、どっちからどっちかの座標を引くって、まず決めてもらって。で、今は、こっちからこっちを引きます。で、X 座標引くよ。X マイナス4の2乗。プラス、Y 引く0はまあ Y なので、Y の2乗。それぞれの座標を引いて2乗して、それにルートをつけます。これが2点間の距離でしたよね。で、それがまあ AP なんです。公式使って。で、右辺に関しては、PH が X たす2って分かってるんで、X たす4になる。こうやって。で、これ両辺、まあ、ルートのままだと厳しいので、両辺2乗します。2乗すると、左辺はルートが外れる。こうやって。で、右辺は、こうなります。まあ、2乗つけるだけですね。で、あとはこれを整理してください。で、整理したやつ1回書くけど消していい？ちょっとこっちでやろうか。まずこれ展開すると、x2 乗マイナス 8x プラス16。で、y の2乗そのまんまイコール、これ2乗すると、ちょっと下いくよ。x2 乗プラス 8x プラス16入ってるでしょうか。ぎ。で、x2 乗両方共通なんで消えます。16も共通なんで消えます。で、y2 乗残ってて、マイナス 8x 右辺に持っていけば、あいつとくっつくので、つまり y2 乗イコール 16x と、ね。前回までにやってきた。放物線のやつになったでしょ、ちゃんと。y2 乗イコールホニャララ x って。で、これが答えとなるんですが、最後にちょっとちっちゃい落とし穴があって、これ書くときに、まあ、こうやってくるでしょ。やってきて、これだけ書くと、まあ、×は減点かな。
大体は。これ何かっていうと、必ず放物線って入れてください、これ。古代のところね。求めたかったのは、放物線、さ、ちょっと右に詰めすぎたんじゃね、俺。16、X、あ、ライブだった。これが答えになります。でこれなんでかっていうと、前回までは普通に放物線を求めろというか、放物線の、なんだ、方程式か。求めろって言ってたんで、放物線って分かってたんですけど、今、軌跡を求めろって言われてるから、それが放物線かどうかは分からないんです。楕円かも、まあ、まだ勉強してないけど、この状態だと。楕円だったり、双曲線ってこともあり得るので、出てきた式がこれでした。これだからちゃんと放物線これですよっていうのを書いて、まあ余計な減点を食らわないように気をつけてください。なのでやってることは、まあ、計算としてはこれぐらいなんですよ。本当にこの場所ぐらい。ただこれを途中式書くにあたって、この pH とか、こういうのを書く必要が出てきちゃうので、この前置きというか、この下準備の部分がね、ちょっとめんどくさいんですが、こういうふうにぜひね、解いてみてください。では、今回は、高校数学、数3の放物線、丸三をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回から楕円ですね、が始まりますので、もしよかったら、そっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。